この度東日本大震災により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。まだまだ私たちにはできることはたくさんあると思います。私も先日福島県のいわき市にお邪魔しました。私が笑顔を配るはずなんですが、行ってみたら皆さんの笑顔や元気をもらって帰ってきたことに気がつきました。こういうふうに少しずつ皆さんの力が合わされば、いろんなことが広がっていくと思います。また私も笑顔を配りに、そして皆さんの笑顔を見に行きたいと思っています。皆さん、またできることを改めて考えてみてはいかがですか。皆さんやってみましょう。